ジャンルカコモットは、イタリアイブレイア出身、ペルージャカルジョ所属の元サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。様々なプロビンチャを、レンタルや、共同保有で、転々としながらも、キャリアを通して、鳥の FC との関係が深い選手であり、同クラブではキャプテンを務めた。そういった経緯から、鳥の FC とライバル関係にあるユベントスのキャプテンであり、 同クラブの象徴でもあるアレッサンドロ・デル・ピエロに対してマスコミを通じて数々の問題発言をすることでも知られる。そのことからユベントスを敵対視するフィオレンティーナのディフォージからの受けは良い。フィオレンティーナにはクラブがセリエ C2 に降格時にも在籍し2008年にデモドリという形で移籍した。フィオレンティーナのスポーツディレクターであるパンタレオ・コルビーノに 2008年時に、セリエ A では、マイコン以外で、コモット以上の右サイドバックはいないという、獲得理由を述べていた。2011年6月に、フィオレンティーナとの契約が終了し、同7月9日に、AC チェゼーナと2年契約したと発表された。ジャンルカ・コマトへうんじいをテアデルシゼナセゼナカルチを、イット、2011年7月12日閲覧、この項目は、 ウィキプロジェクトサッカー選手のテンプレートを使用しています。ありがとうございます。